あ、蒲田来たよ。なんかね、ニコラジの会場に蒲田が来て、謝罪を受けたわ。うんこちゃんごめんなさい。僕の独断と偏見で、YouTube に動画上げちゃいました、つって。蒲田がなんか直接謝罪しに来たわ。いいよ、つって言ったけど。蒲田がなんか、あいつあれだよ、なんだっけ。そばに置いとくことにした。なんだっけ、あいつ、なんだっけ、ハンターハンターのさ、なんだっけ、あいつ名前でした。ハンターハンターのあいつ、ネテロの副会長、パリストンだわ、あいつ。ああいう揉め事起こすやつはもう、どんどんうちに入れていくわ。鎌田揉め事担当な、人柱として、しばらく俺は使っていくことでした。うん。よくやった、鎌田と思ったの俺。よくやったぞ、鎌田つって。また調子に乗らせようぜ。調子に乗ってどこまで行くか試そう。お鎌田やれ！あなた自身の願いのために生きなさい、鎌田！加藤純一のエヴァの窓上げてくれ。鎌田、俺の YouTube のチャンネルで。今、私の、ちゃんと全部、ミサトさんとかを、ミヤコさんとかに全部、生主の顔にしてやれよ。で、お前の顔、お前の顔知ってるから。顔出しして謝ってきたから。ちゃんと、シンジ君の顔をお前の顔にしてあげろよ。飽きたら、あれするわ。YouTube のアカウント変えて切り捨てるわ。もう鎌田いいや、ぽいっつって。次なる蒲田を。次なる蒲田を探して俺は旅に出る。うん。ネクスト蒲田。この中で蒲田っていねえか？代わりは今、そうだ、死ぬ時はそうやって言ってほしいな。私が死んでも代わりがいるもの。第二、第三の蒲田がいるんだよ、こっちには！蒲田男だったよ。男の子だった。あいつさ、なんかマスクしてきやがってさ、マスクして会いに来やがって。いや、うんこちゃんすいません。今日 YouTube に動画上げちゃいまして。俺知らなくて。俺さ、YouTube とニコニコ動画は全部、Twitter と連動してるからわかるんだよ。上げたらわかるのね。みんなにもわかるじゃん。俺 YouTube と Twitter の連動の方法知らないから、上がっても俺自身が気づいてなくて、あ、そうなのつって。さ、蒲田顎が長すぎてあれだったわ。あの、マスクから顎がビニョイーンって出てたわ。かまた。隠しきれてなかった。生えてた。かまたの顎か、ま、あの、顎付きのマスクしてたかもしれない。ビニョイーンっつって。シャドームーンだったよ。シャドームーン。刺さりかけた、俺に。初号機みたいなフォルムしてたよ、かまた。いいんだよ、こうやって、どんどんな。そういうなんか、揉め事を起こすやつは。で、俺次、あれだからね、もし鎌田が死んだら、一時的にレナ復活させるからね。揉め事、お前鎌田、お前、月一で揉め事を起こさなかったら、お前首してめ、あれだからな、レナ、メクソとか全部剥奪して、あれ、レナミラー復活させるからな。よろしく。鎌田の責任重大だぞ。ミラーコミでマリオ配信し始めた時言われた。そんなことしてたの？あの野郎。俺のミラーコミでマリオ配信してたの？自由すぎるだろ！自由すぎるな。よく、叩かれなかったな。叩かれてたんだろうけど。叩かれてはいたんだろうけど。叩き込めに運営込めで反論してたぞ。あーでもなんか必要だな、そういう必要悪みたいなやつ。なんかさ、もう、形状が完成されすぎちゃっててさ、加藤純一が配信するときこんな感じって大体イメージつくじゃん。俺の放送中に俺の公式ミラーがビップマリオし始めるみたいなさ、そういう揉め事って起きないじゃん。誰かちょっと集めるわ。そう、イエスマンだけじゃ面白くないんだよな。アクシデントは絶対必要だから。誰かに迷惑かけてやるのってめんどくせえじゃん。エネルギーすげえ使うから、自分の中でごちゃごちゃ揉めてるのが一番いいんだよね。一番いいんだよ。